皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、8月の2日、10時、訂正22時49分、公営で喋っています。本日の男子バレーボール、私としても大変悔しい思いをしました。2セットを先取した後ですね、男子体操の方、試合中にもですね、正直、プロ野球業界、などの、力を借りて最初1セット目2セット目取りに行ってます。で、まあ複数の球団があったわけですから、まあ男子体操の方など、そういったことも、対応しながらという形で2セット取りながら男子体操金メダルは取れてるんですよ。でその後が非常に判断が難しかったのが、その女子体操の方で選手にそのどこまで、まあ、私が今まで記載していた内容とご存知の方だったら分かると思うんですけども、選手に監督に問題があったとしても、理事長に問題があったとしても、理事に問題があったとしても、じゃあ選手にどれだけの責任があるのかと、まあ、そういったところで勝ちに行かなきゃならないんじゃないかと、まあ、そういうふうなところで、まあ複数の、プロ野球球団など、そういったところから、力を借りてた、はずですから、あとはまあヴィッセル神戸にも守ってもらってた部分あったと思います。で、まあ、今日の試合に関して、負けたことに関しては私としても、非常に悔しいです。頭の中をあの選手の方にこう渡そうとしても、脳がこう萎縮する状態によって多分相手選手側の方に行ってると思うんですよ。で、その辺のところがホームページ淡井圭介の履歴という内容を、まあ、使って1セット目も2セット目も、取ったわけじゃないですか。そのエッシュロンなどの内容とかも含めて、で、その中でですね、あ、今敬語じゃなかったら頭の中萎縮しなくなりましたね。だからその辺のところで途中でそのルールが変わる部分などのところもあるでしょうけども、もう女子体操のことをもうきっぱりと諦めて男子のバレーボールを優先するべきだったのかもしれませんし、ホームページ淡井圭介の履歴にこの間ネーションズリーグで、銀メダルも取れましたし、他の人たちを、優先させてあげる。そういったものでも、試合中、悩みながら何が正解か悩みながらでも試合に集中しながら対応できてたんですが、頭の中を送ろうとしたら萎縮になってたんですよ。その解除の仕方が分からなかったんですね。で、だから単純にそのうまくいってたのが、頭の中を送ろうとした時に相手選手を映されたりする時あるじゃないですか。それでまあどちら側になってしまってるのかどうかだとか、その萎縮してる状態っていうのは、まあ、あの高速状態、脳が遅れてるような状態じゃない時は相手選手側に行ってる可能性確かにあると思うんですよ。変になってる可能性は。で、その辺のところで、まあ、脳梗塞状態の方ですね。だからその辺のところでの対応っていうのは、一時期は選手とつないで頭の中を男子バレーボール勝ちに行っていますと。もうここで、このチャンネルでと。まあ、この場でと。チャンネルじゃないですね。この場でと。まあ、そういうふうな形で対応しようとしてたんですけども、それでまあうまくいって、得点できたりとかもできてたんですよ。だもしかしたらホームページ淡井圭介の履歴に記載していた内容が、引っかかっていたのかもしれませんし、まあ正直、次の試合のことが頭の中でよぎっていたのがレスリングの、男子、グレコローマンスタイルですね。こちらの方 の、 あの時間帯、まあ始まる時間帯もまあ多分遅れるパターンが、多いと思うんですけども、その辺のところの時間が失
敗したのか、だから1セット目2セット目のまま一気に3セット目もあのチャンネルを途中で変えないで取りに行った方が正解だったかもしれませんし、このオリンピックという選手団としての全体で見ると男子体操で手堅く金メダルを取れてるんですね。で、僕も多分そのホームページに書いてる内容に沿って自分が動いてる部分があると思うんですよ。だから間違いなくその試合1点に限って試合集中をすれば多分世界一になれるはずなんですよ。1セット目2セット目を見る限り接戦にはなってましたけども、やっぱりこちらの方が強いなという感覚があったと思うんですよ。その流れがある、もうこちらのペースだという部分ですね。だからそこの辺のところで、もしかしてあとは他の要素は、まあとにかくにも僕のホームページっていうものは記載してきた内容はものすごく多いですから、その民法720条の正当防衛丸102に関してもどのように稼働したかというところですね。もしかしたら相手もそれを使ってきていた可能性がある、先に2セット取られたから相手を取り返しに来ていた、その辺のところも途中で見破ったりとかはしてたはずなんですよ。だからそれが何が原因で負けてしまったのかのところは本当にわからないんですよ。実力的に劣ってるとかそれは絶対ないはずなんですよ。だからまあ今回の件に関してはまあ非常に悔しい部分はあるんですけども、悔しいのは悔しいんですけども、もしかしたら正解かもしれません。もうすぐしたら、レスリング、男子グレコローマンスタイルがありますので、そちらの方の対応に向かいたいと思います。今回、男子バレーボール、今日の試合絶対勝ちに行くという姿勢で、対応させていただきまして、それはもう1セット目2セット目、で、ご理解していただけると思うんですけども、まあ、負けたことに関しては私としても、非常に悔しいです。ですがこれにも負けないで、まあ、こういった悔しさを、糧にして次からも、勝ちに行くと、まあ、法の下に平等かもしれないです。この間のネーションズリーグで銀メダル取れたわけですし、まあ、その辺のところの謎はあるんですけど、決して自分たちが劣ってるわけじゃないです。むしろ我々がという部分の方が多分大きかったと思うんですよ。だけどもその辺のところでまあ何かがあったとしか考えれない試合でした。以上です。皆さん大変お疲れ様でした。今後も、まあ、睡眠不足の中、皆さん、大変頑張っていただけたと思っています。決して我々が、気持ちや、技術、力量、そういったもので負けていたわけではありません。これはもう何かがあって仕方がない部分があるんだと思います。以上です。胸張って、日本に帰ってきてください。この後の試合があったかどうかもそれももう正直確認なんですよ。敗者復活戦があるのかどうかとか、まあ、いろんな競技とかがありまして敗者復活戦とかあるんですよ。だからその辺のところもあと確認しますので、だから、今喋ってる内容が多少、的がずれていたとしても、そこ言葉気をつけなかったらこれも記録化されるものですから、対応しようとしているつもりです。以上です。皆さんお疲れ様でした。